全日本プロレス両国大会第0試合は15分の一本勝負です。ケンソー対ミスター450のシングルマッチご覧いただきます。第0試合、今試合開始のゴングが鳴りました。ケンソー対ミスター450。さあ、このシリーズ初来日、この全日本プロレスに初登場しましたミスター450なんですけども、はい、長野さんはこのシリーズ初参戦したミスター450どのように評価されてますか？そうですね、結構初めての来日って、特に空中サップを使う人なんでリズムが違ったりすると本領発揮できなかったりする場合があるじゃないですか、でも彼はね、初めてのリングでも躊躇なく飛びますし、あとね、気が強いですよね。自分のスタイルを押し通せるんですよね。この選手はこれから楽しみだなというふうに思いましたね。さあ、このようにミスター450素晴らしい動きを見せてまいりますが、ここは喧騒が扱われることができちゃう。ここは旋回式のヘッドシザース、この辺りも己の動きをよく分かっていますが、ここはカウンターのキックで迎撃です。ケンソー、ケンソーの方が大きいですからね。そうですね、ヘビー級とジュニアの戦いですから、はい、それぞれその階級の違う相手とどう戦うかですよね、はい、しかしながら今回が最終戦ということですから、ここでミスター450が自分のその存在感をアピールすればまた全日本プロレスで呼ぼうなんて話になるわけですからね。そうですね、そうすればおのずとそのジュニアヘビー級のベルトに持ち込むかもしれませんが、ここはプランチャーに行きましたが、うまくミスター450、さあ飛びますよ、飛び技では喧騒に持ってかれるわけにいかない、そんな思いもあるはずです。このまま得意のトペ、トペスイシーダがクリーンヒット。この450っていうのは、はい、日本では、ね、あんまり名前知られてなかったですけど、 NWS、IWA、WWC の、はい、ジュニアの三冠王者なんですよね。一時期なんか TNA にもいたなんていう話もありますよね。そうですね、はい、本当に世界中を股にかけて活躍しておりますこのミスター450。一方のケンソーも、ね、本当に世界中のリングを知ってる男ですから。そうですね、はい、メキシコも長かったんでね、こういうトップレスラー相手でも試合できますしね、はい、そのあたりこの2人一体どんな奥の手を出してくるんでありましょうか。ミスター450がまずケンソーをリング内に戻します。ケブラーダも軽々と やってきましたもんね。そのあたりの身のこなしはさすがですミスター450。そしてステップしての円錐蹴り、リング内に戻って面白い形でのスイング式の DDT。 自分の形というのはこのミスター450持ってますよね。そうですね、はい、そしてランニングのエルボー、今度はまたもロープに飛んでステップしての円錐蹴り、スルスルっとニュートラルコーナーポスト、トップロープからダイビングのフットスタンプ、背中へ一撃です。片指固めはカウントは2。喧騒としては早々ミスター450にいいところばかりを見せるわけにもいかないですよね。そうですね、この新生全日本になってから結果が出てないですからね。そうなんですよね、その情熱のパッションが何かその熱さが空回りしている部分もあるのかなというね。そうですね、さあここは綺麗なブレンバスター、対固めはカウントは2。本当に喧騒の実力から言ったらいつ三冠にチャレンジしてもいい実力の持ち主なんですけどね。実力もそうだし、はい、その独特の感性というのがね、 うまくはまればねいいんですけどね。もう素晴らしい跳躍力、ダイビングエルボーはカウント2つ、ミスター450なんとか返してまいりました。そして得意のハガクレを一発、片指固め勝負あったか、カウント3つ。